これで先端を開いてしまって本当にいいのだろうか。いや、これが現状で用意可能な最大限の戦力だ。もう何度も脳内会議で検討を重ねて結論付けたはずだぞ。であるならば、これはただの戦前の強打に過ぎない。恐れるな、ラクシュミーボーイ。いざ出陣。少しいいだろうか、マスター。用というほどのことはないが、少しな。今日がどういう日なのかということぐらいは私にも分かっている。だから日頃の式に対する感謝を込めて貴殿に贈り物を用意してみたわけだが、敬重を願う。戦のために用意した物資について指揮官に嘘偽りなく正確に報告すべき義務が部下にはあるだろう。なので説明の機会をいただきたい。ありがたい、感謝する。そうだな、まず私は必要な人材を登用したのだ。能力の足りない作戦立案者の分まで優秀な協力者をな。皆快く手伝ってくれた、感謝するしかない。最初に呼んだのは菓子を作る技術を保有した者たちだ。恥ずかしながら私は料理などよりも馬に乗ることの方が好きな王妃だったからな。そして次に私はこの作戦における最大の懸念点に抵抗するための人材を用意した。多ければ多いほどよかったが、見つけて声をかけることができたのは3人。そう、中和剤、空気清浄機的な働きを期待し、何もしないでいいからただそこにいてくれと呼び集めた幸運 EX の助っ人たちだ。そうして私は作戦を開始した。頼りになる仲間たちばかりだったが、道のりは簡単ではなかった。かき混ぜていただけでなぜか爆発するボール、痴漢の魔術でも使われたかのように、いつの間にか入れ替わっている砂糖と塩。なぜか邪悪な生命を得たように材料が暴れ始めた時には、マルタ殿の浄化の力を借りるしかなかった。途中でギリシャの女神が飽きたと言って離脱してしまったから、それが何かのバランスが崩れる要因となった可能性も否定できない。残る2人は最後までいてくれたのだがな。語り部は数多の怪奇現象に涙目でおろおろし、その横でサンタはひたすら陽気に踊っていた。それでも事態は悪化の一途をたどった。数多の困難が私たちに襲いかかった。しかし私は諦めなかった。絶望的な状況でも戦い続けねばならない時というものはある。そしてその永遠とも思われた抵抗戦の果てに得られた戦果がこれだ。私は私であるゆえ戦い抜くのが精一杯で、見た目はこのようなものになってしまった。だが味は普通で食べられるはずだ。だから
その、こんな不格好なものではあるが、日頃の感謝の気持ちだ。受け取ってくれるだろうか。ああ、そんな一度に。恐れを知らぬのか、貴殿は。そういうところだぞ。本当に平気か。そうか、それならよかった。あ、いや、うぬぼれるつもりはない。貴殿はそう言ってくれているが、正直出来自体は大したものではないだろう。だが、人並みに感謝の贈り物ができたというだけで、私としては十分な成果なのだ。だから、部下の戦意を向上させることができるのは、紛れもなくいい指揮官の条件だ。うん、贈り物だけではなく、改めて言葉でも言わせてもらおう。これまでの素晴らしい指揮に感謝を。そして、これからも私は貴殿のために全力を尽くす。よろしく頼むぞ、マスター。